皆様、本日はお忙しい中、ご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。ただいまより、ブラザー販売名古屋本社オフィスリニューアル発表会を始めさせていただきます。本日の司会進行を担当させていただきます、ブラザー販売株式会社東京総務部広報グループの内村です。どうぞよろしくお願いいたします。本日の登壇者をご紹介させていただきます。ブラザー販売株式会社代表取締役三島勉。ブラザー販売株式会社人事総務部人材戦略グループ伊佐治康則。ビジネス営業部中部営業グループ三宅義則。以上3名で進めさせていただきます。本日のスケジュールでございますが、まず三島よりブラザー販売のニューノーマル時代の働き方についてお話をさせていただいた後、伊佐治より本社オフィスのリニューアルについてお話をさせていただきます。プレゼンテーション終了後、三宅より新しいオフィスの様子を動画で紹介するバーチャル内覧ツアーを行います。どうぞ最後までお付き合いくださいますようお願いいたします。それでは三島のプレゼンテーションを始めさせていただきます。三島さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ブラザー販売の三島でございます。この度はブラザー販売本社オフィスのリニューアル発表会をご視聴いただきまして本当にありがとうございます。ブラザー販売では2018年度から全国にありますオフィスのリニューアルに取り組んでおり、いよいよ本社のリニューアル、そんなタイミングで新型コロナウイルス感染症拡大で私たちを取り巻く環境は本当にがらりと変わりました。もともと働き方改革でやりたかったこととコロナ対応も意識したオフィスリニューアルとなりました。ここ数年で行ってきた働き方改革の取り組みのご紹介と合わせてご視聴の皆様の活動へのヒントになれば本当に幸いでございます。まず簡単にブラザー販売の紹介をさせていただきます。ブラザー販売は日本国内のブラザー製品のマーケティング活動を担っております。プリンターをはじめとする情報通信機器事業、ミシンなどのホームファッション機器事業の2本の柱で国内のさまざまな業種業態のお客様に製品やサービスをご提供しております。ブラザーグループでは2019年度から3カ年の中期戦略を立てておりまして、次なる成長に向けてというタイトルのもと、中長期的な視点で新しいビジネス基盤を構築する機関として事業活動を行っております。ブラザー販売ではこの中期戦略に基づき、これまでの家庭向けインクジェットプリンターや家庭用ミシンの販売で培った地盤は維持しながらも、次なる成長に向けた2つのビジネスの柱を育てるべく活動をしている最中でございます。その2つの柱が企業のお客様へのソリューション提案を強化するビジネスプリンティングソリューションと、近年市場が急拡大しているオリジナルグッズ市場向けの製品拡販を目指しますオーダーグッズビジネスです。これらの取り組みを始めてから、多くの企業様で弊社製品をご利用いただく機会が増えてまいりました。残り1年でよりスピード、コスト競争力のある事業基盤を築いてまいります。次なる成長に向けた事業活動に取り組む一方で、社員が本当に活躍できる環境を提供するために、さまざまな働き方改革も同時に実施してきております。2011年から仕事と生活を両立させるワークライフバランスのさらに先を行き、自律的に仕事と生活を管理できるワークライフマネジメントを提唱し、さまざまな取り組みを行ってきました。例えば自主学習や研修などの教育制度の充実、子育てや介護との両立支援に関してはクルミンマークを取得、また長時間労働の是正でカエルジャパンに賛同し、定時退社率や有給休暇取得率の目標を全社で共有したり、
さまざまな啓蒙活動を実施してまいりました。その結果、総日労働時間の短縮や有給休暇取得率の向上など、かなり働きやすい、活躍ができる会社になってきていると思います。そして現在、働き方改革の第二段階である働きがい向上に向けた改革に着手しております。さまざまな制度や有給休暇取得率などの数値面を改善した後、全社員へのアンケート結果で見えてきた課題が働きがいです。何が社員の働きがいややりがいを阻害しているのか調べていく中で、昔からあります制度の多くが現在の社会や社員の生活環境、価値観に合わなくなってきているということがますます明らかになってきました。そして2017年度にプロジェクトを立ち上げ、チャレンジフードを醸成するためのやりがい向上を目的に、社員自らが会社の制度改革に参画できるよう公募で全国の拠点の社員を募り、プロジェクトを結成いたしました。人事制度の改革や多様な勤務体系の導入、部門間コミュニケーションの活性化を目指す中で、オフィスのリニューアルにも着手することとなりました。2018年度の東京オフィスのリニューアルから始まり、関越、九州、関西、そして今回ご紹介いたします名古屋本社と、社員の働きがいややりがいの向上に向けてコミュニケーション活性化、メリハリのある働き方を実現するオフィスリニューアルを実施してきております。これらの活動に取り組む最中、新型コロナウイルス感染症の拡大で企業活動は大きく変化いたしました。3密の回避や在宅勤務は社会の要請となり、商談や会議などさまざまな活動のオンライン化の定着など、社会全体が一斉に加速度的に変化したことを実感されたと思います。ブラザー販売も例外ではなく、コロナ禍で働き方は大きく変わりました。コロナ前から在宅勤務などの制度はありましたが、一部社員に限られていたため出社率は 90% 以上でした。これを全社員に対象を拡大し、出社率は現在 50% 以下と様変わりをしております。またフレックス勤務もすでに導入しておりましたが、通勤時の混雑回避のためコア時間を以前の10時から15時、これを11時から15時と1時間ずらしました。 IT ツールの整備も行い、ウェブ会議やチャットツールはもちろん、その他さまざまなクラウドサービスを導入し、ペーパーレス化も進め、在宅勤務でもほぼ問題なく業務を行えるようになっております。在宅で働けるようになった今、オフィスに出社して仕事をする意味とは何なのか、いくつかの企業がオフィスをなくす、あるいは縮小するということを発表し、大きなニュースとなっていたように、今までであればあまり深く問われなかったオフィスの価値について考えなくてはならなくなってきました。ブラザー販売では昨年の6月に全社員に向けてのアンケートを実施いたしました。在宅勤務が全社員に拡大してから約2ヶ月で感じたことが数字に表れております。まず緊急事態で始まった在宅勤務制度を今後も継続していきたいかという問いに対しては、80% 以上の社員が週2日以上で活用したいと回答いたしました。オフィスよりも集中して仕事ができるという生産性向上の面や、通勤時間がなくなったことへの前向きな結果が見て取れました。ブラザー販売ではこれらの結果を踏まえて、コロナ後でも全社員を対象とした在宅勤務制度を継続していく方針でございます。一方で課題もいくつか見えてきました。在宅勤務の環境が整っていないなどの意見のほか、 50% 以上の方がちょっとしたコミュニケーションが取りづらいことを課題に挙げており、リニューアルプロジェクトの方でもこのコミュニケーションに着目するようにいたしました。リニューアル前のオフィスは多くの課題を抱えていたのですが、特に組織体制や業務に合わないレイアウトだった点が最大の課題でした。例えば建物の構造上、どうしても南と北のブロックということに分かれてしまうのですが、
部門ごとの全固定席だったことで部門交流が生まれにくく、特に北側と南側はお互いが行きにくいと感じるほど心理的ハードルが高いレイアウトとなっていました。また営業など外出出張が多い部門のエリアは昼間の空席が目立っていました。一方で固定席以外のスペースは十分ではなく、数少ない会議室や作業スペースも現在の用途に合わないレイアウトとなっていました。オフィスでしかできない新しい働き方を実現できるレイアウトにすべく、リニューアルプロジェクトで検討してもらいました。新しいオフィスの姿を体験できるリニューアルテーマはプレイフルオフィスです。チームワークを発揮し、自律的なワークスタイルで社員が仕事を楽しめる場になるようなオフィスレイアウトが完成したと思います。詳細はこの後伊佐治が説明いたしますが、3つのキーワードに基づきリニューアルをしております。1つ目がコミュニケーションです。ミーティングスペースはもちろん、会話が生まれやすい環境を整備いたしました。2つ目がアクティブベースドワーキングで、固定席を廃止したことで仕事に合わせて働く場所を選べるようになりました。3つ目がクリエイティブです。ブラザー製品やサービスをより積極的に自ら活用し、新しいアイデアが生まれる場になればよいなと思っています。また小さなことからですが、環境にも配慮したサステナブルなオフィス、これも目指していきます。例えば備品や図書の共有化やオフィス家具のリサイクル、さらに名古屋市からエコ事業所に選ばれているのですが、ゴミの分別の徹底によるリサイクルや消費電力改善活動は新しいオフィスに移行しても引き続き行ってまいります。新しいオフィスをそこで働く全員で長くきれいに使ってもらえることを期待しております。ブラザー販売では、ビジネスに活力を、暮らしに楽しさを、すべての人にアットヤサイドという経営理念を掲げております。この新しいオフィスからお客様のビジネスや暮らしに役立つ製品やサービスを生み出していきたいと考えております。新しい働き方のはかどる改革として、オンラインでのコミュニケーションの活用はもちろんですが、リアルなオフィスだからこそできるコミュニケーションの活性化や部門を超えたコラボレーションでクリエイティブな発想を生み出していきたいと考えております。ご清聴いただきどうもありがとうございました。三島さん、ありがとうございました。続きまして、本社オフィスリニューアルプロジェクト担当の伊佐治より、本社オフィスのリニューアルについてプレゼンテーションいたします。伊佐治さん、よろしくお願いいたします。皆様、ご視聴いただきありがとうございます。ブラザー販売人事総務部の伊佐治と申します。普段は採用業務を担当しておりますが、今日は本社オフィスリニューアルプロジェクト担当として、オフィスのリニューアルポイントをより詳細にお話しします。三島のプレゼンでも言及しましたが、新しいオフィスの姿を体現できるリニューアルテーマ、プレイフルオフィスを掲げ、チームワークを発揮し、自律的なワークスタイルで社員が夢中で仕事を楽しめる場になるようなオフィスレイアウトが完成したと思います。リニューアル前のオフィスでは、業務の効率やコミュニケーションの活性化を阻む課題が大きく2つございました。1つ目が全席固定席だった点です。他の地域と比べると、本社は特に経理や受注など社内業務が中心の部門が集中しており、組織の独立性が高く、部門最適の課題解決傾向が調査で見えてきました。北側のエリアが社内業務が多い部門、南側は営業など外出が多い部門と分かれたレイアウトになっていたこともあり、部門間交流が少なく一体感がありませんでした。実際、私も前のオフィスでは部門や部署ごとの閉鎖的な雰囲気を感じており、同じオフィスにいるのに業務の依頼やコミュニケーションなどもメール対応が基本でした。2点目の課題が固定席以外のスペース不足です。会議室や製品展示スペースも一定数はあったのですが、それを上回る会議室ありきの会議や、現在の業務用途に合わなくなったレイアウトで物置のようになってしまうなど、有効活用できていない課題が浮き彫りになりました。このような課題を解決し、どういう働き方を実現したいのか、上がってきた
ブラザー販売が求める新しいオフィスの姿がこの3点です。1つ目がオープンコミュニケーションによって部門交流が盛んになり、活気あふれるオフィス。2つ目が社員自らが働き方改革を意識し、全員参加で改善を推進するオフィス。3つ目がブラザー販売らしさを共有できる遊び心を持ったオフィスです。ブラザー販売は本社オフィス内のワンフロアを使用しておりますが、建物の構造上、北側、南側とブロックを分けざるを得ません。この構造をうまく利用し、北側は業務集中エリア、南側はコミュニケーションエリアと南北を使い分けた活気あふれる回遊型オフィスにしました。当初は北側の業務集中エリアに本社在籍従業員分の席数を 100% 用意する想定でおりましたが、コロナ禍でオフィス以外で働く選択肢が生まれたことで 70% まで減らす決断をいたしました。その分、オフィスでしかできないコミュニケーション関連のエリアを 2.6 倍まで増加いたしました。先ほどの三島のパートでも説明をしましたが、新オフィスは3つのキーワードに基づきリニューアルしております。1つ目がコミュニケーションで、ミーティングスペースはもちろん、ちょっとした会話が生まれやすい環境を整備いたしました。2つ目がアクティブベースドワーキングで、固定席を廃止したことにより、仕事の内容に合わせて働く場所を選べるようになりました。3つ目がクリエイティブで、自社製品やサービスを積極的に活用することで、新しいアイデアが生まれる場になればいいなと思っております。1点目のオープンコミュニケーションについては、社長席以外は全席フリーアドレスにしました。また、コアワーキングスペースやキッチン、オープンミーティングエリアを新設し、部門関係なく何気ないコミュニケーションが生まれやすいレイアウトになりました。例えばキッチンスペースにコーヒーマシーンがあるのですが、同じタイミングで飲み物をもらいに来た社員との会話が生まれるなど、部門外の人と話す機会が増えたなと私自身も実感しております。不足していた会議室も2名から4名の小規模なものや、自由自在なレイアウトで会議を行えるプロジェクト向けのものから大会議室まで用意いたしました。さらに大小さまざまなオープンミーティングスペースを設置しました。従来はブラザー販売フロアの会議室だけでは足りず、別フロアのブラザーグループ共有の会議室を主に使っていたのですが、リニューアルしてからはフロア内で完結することが増えて、移動時間の削減にもつながりました。2点目のアクティブベースドワーキングについては、モニターを全席に完備したエリアから、周囲から遮断されることで集中して業務に取り組めるブース席、チームで作業したい際に向いているソファー席など、働き方に合わせて座席を選べるようになりました。ただ、これらのレイアウトをより有用なものにするためにも、私たち社員がよりメリハリのある働き方を意識して、生産性を上げていかなくてはいけないと感じております。3点目のクリエイティブでは、プリンターとミシンというブラザーにしかない組み合わせの事業を体現したオフィスに生まれ変わりました。従来のオフィスでは、マーケティング部門や営業部門など、一部の社員が自部門で管理している製品を都度自分の席で取り出す形で使っておりました。オフィスで使うレーザープリンター以外は、自社製品を目にする機会がない社員も多くいました。そこで全社員が自社製品やソリューション、コンテンツと触れ合える機会を意識して、クリエイティブルームを新設しました。ブラザー販売が取り扱う主要な製品が棚に並んでおり、社員が気軽に使うことができる工房のようなスペースとなっております。クリエイティブルーム以外にも、オフィスのあちこちでブラザー製品を積極的に活用することも推進しています。インクジェットやレーザープリンターをはじめ、スキャナーやラベルプリンターなどを分散配置して、BR アドミンという管理システムで消耗品の一括管理をしております。また、スマホでラベルを作成するラベルライター、ピータッチキューブは、昨年夏にオフィス向けの新製品を発売しました。この製品を活用し、あらゆるところの整理・収納に活用しております。
さらに荷物発送の際の送り状ラベルを簡単に印刷できるソリューションを使える環境を整備するなど、社員全体が製品と触れ合って新しいアイデアが生まれるような場所を目指しています。コロナ禍で働き方が激変した中で、オフィスという環境下でしかできないことを追求した結果、ブラザー販売ではコミュニケーション活性化と自社製品活用に着目し、リニューアルを実施しました。リニューアル直後は環境の変化に戸惑う従業員の方も少なくありませんでしたが、今は新しいオフィスへの理解、運用が進んでいると感じております。オフィスは働きやすい環境が確保されていますかという満足度アンケートでは、リニューアル前で 65.7%、リニューアル後は 86.5% と 21% 向上しておりました。新しいオフィスのテーマであるプレイフルオフィスの実現に向けて、社員一人一人が自律的に楽しく働くブラザーらしい働き方をこのオフィスで実現していければと思います。ご清聴いただきありがとうございました。伊佐志さん、ありがとうございました。それでは最後に、新しいオフィスを動画でご紹介して発表会を終了とさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。ブラザー販売の三宅と申します。本日は私の方から、社内のご案内をさせていただきます。よろしくお願いいたします。ブラザー販売では今回オフィスをリニューアルいたしました。建物の構造上、北と南に分かれてしまっている上、従来のオフィスでは固定席を使っていたということもあり、社員同士のコミュニケーションが非常に取りにくいという課題がありました。また、共有スペースである、休憩場所や、作業スペース、あと検証スペースなど、そういった、共有で使うような、スペースが非常に少なかったということもありまして、階をまたいで共有スペースを利用しておりました。今回はそういった課題を解決するために、北を業務集中エリア、南をコミュニケーションエリアとし、それぞれの業務に合わせて働く場所を変えるような回遊型のオフィスにいたしました。今回はそのオフィスを具体的にご案内いたします。まず北側の業務集中エリアからです。はい、こちらが北側の、スタンダードエリアとなっております。こちらが全席モニターと有線 LAN を設置しております。受注やファックス、電話などの特殊な業務や、1日を通して業務を集中されたい方が、使用するようなエリアとなっております。はい、こちらがストラテジースペースになります。こちらには社長席とオープンミーティングスペースがございます。今回社長席以外は全席役員を含めてフリーアドレスとなっております。社長席に関しても、個室にしたい、仕切りを作らないことによってトップに話がしやすい、またブラザー販売の風通しのいい風土を表しております。はい、こちらがランダムエリアになります。こちらには、集中ブースや、ミーティングができるようなスペース、それぞれ用意しております。その日の働き方や、働く内容によって、場所を変えていただくことができます。また自社製品活用として、プリンターには消耗品を、一括で管理するような、BR アドミンというブラザーのソフトが入っております。棚には、B タッチキューブで中に入っているものが何か分かるように、ラベリングをしております。このように、ブラザーの製品やソリューションを自社内で取り入れることによって、よりお客様に、提案がしやすい、また新しい提案ができるような、形を作っております。はい、こちらが南側のコミュニケーションエリアになります。では実際中をご案内いたします。こちらには会議室や、それぞれがミーティングするような、大きなテーブルなどをご用意しております。はい、こちらが会議室が1箇所に集まった場所となっております。従来のオフィスでは会議室が非常に少なかったということもありまして、別の階に移動して皆さん、会議をしておりました。まあ、そういった課題がございましたので、今回は大中小それぞれの会議室を5階フロアに用意いたしました。はい、こちらがオープンコミュニケーションエリアになります。今回、全席フリーアドレスとなっておりますので、一人一つ個人ロッカーを設けております。
また、矢倉やそれぞれが、ミーティングできるような大テーブル、そして、それぞれ移動できるような、机も用意しております。なので、それぞれの働き方によって、いろいろな場所でこちらはミーティングや、コミュニケーションの場として使っていただけます。また、図書スペースとあと作品展示スペースがございます。こちらは、それぞれの部門で持っていた本や作品を展示しておりますので、情報収集の場、また、アイデア創出の場として使われております。はい、こちらがコワーキングスペースになります。フラットな椅子と、緑を取り入れることによって、従業員の方が、リラックスして仕事ができるような環境を作っております。奥にはデジタルサイネージを用意しておりまして、マーケティング関連の、映像やあとは、本社の使い方などの、マニュアルを、映像として映し出すことによって情報発信の場として使っております。はい、こちらがキッチンスペースになります。給湯としての機能だけではなく、コーヒーマシンや、冷凍食品など、社員がリフレッシュできるようなサービスが充実しています。また、給湯に来た社員同士が、すれ違った際に何気ない会話が生まれるような、場所となっております。はい、こちらがクリエイティブスペースになります。ミシンの事業と、プリンターの事業、2つの事業があるブラザー販売にとって独自のスペースとなっております。棚には、ミシンや、プリンター、ラベルプリンター、またスキャナーなど、ブラザー販売が取り扱う製品が多く並べられております。従来では検証や、作業をする際は、棚から取り出して自分の席に持って行って作業をしてた方が多かったんですが、今回こちらに、作業スペースを用意したことによって皆さんが誰でも気軽に触っていただけるような環境を作りました。ここで生まれたアイディアや他の製品を見て思ったこと、そういったものを社内で共有をし、より良い製品のご提供やまたアイディアの創出を作っております。最後にブラザー販売では、ブラザーにしませんか、はかどる改革をキーワードにお客様にサービスや製品を提供しております。今回オフィスをリニューアルしたことによって社員自らが自社製品を活用しはかどる改革を実践していきたいと思います。以上、ブラザー販売本社オフィスリニューアルツアーでした。ありがとうございます。